Good luck, everyone. 皆さんこんばんは。ガイルチャンネルです。さあ今日もフォーミュラルの 2.0 ね、この、フォーミュラカー登竜門の鈴鹿サーキットフルコース15周のレースをお届けしたいと思います。予選がですね、予選がまあ暫定ポールだったんですけど、あれよあれよという間にですね3番手まで落ちてしまいました。ただね、今回は昨日と違って前の2台とねもう僅差の、ポール争いでしたので、これはね、まあチャンスあるんじゃないかなと。あの SOF もですね昨日に比べて、右下に表示されてますけど SOF1.6K とですね結構、まあ控えめな SOF になってますので、今日はね昨日よりもいい順位を目指して、まあね、3番手スタートなのでできれば2番手フィニッシュとかですねそういうところ行ければいいかなとは思うんですけども、さあどうでしょうね。さあこれはグリッドに ついてない後ろの後ろの後ろ右側のミラーに映ってるオレンジの車の後ろがまだいないんですかね。まあ、もしかしたらピットスタートするドライバーもいるのかもしれません。さあこの早朝の鈴鹿サーキット来ましたね。あれこれ右側スティーブさん今一瞬動かなった動かなった。さあスタート。さあ右側スティーブさんいますけど、おお、なんかすごい激しいやつが一人いる。これ怖い、これ怖い。おお、なんかめっちゃガツガツいってるのがフローリアン、フローリアン4番手のフローリアンさんがトップに躍り出ましたね。これはすごい。いやー、あれはね、なんかやばいオーラ満載でしたね。さあ4番手ですけども、まあ、このこっから後ろはですねそんなに予選タイム良くなかったので、まあ、そんなに警戒はしなくてもいいかもしれないですね。さあ前を行くスティーブさんが、まあ、ちゃんとついてってくれるかどうかっていうところですね。お、今一瞬フローリアンさんが立ち上がり悪かったですね、ヘアピン。さあトップ争いが加熱してきましたね。おお、スティーブ、あ、でもこのスプーンの出口結構苦しそうだった割にはそこまでタイムロスしてないですね。さあ 130R で、トップ2台並んでいくのか。順位入れ替わりましたね、入れ替わりましたね。さあ試験が眩しい。さあここは離されないようについていきたいですね。さあさっきの、この電光掲示板が綺麗。これ昼間はねここまで綺麗に見えないですよね。これは早起きは三文の徳。さあ今度はフローリアンが、これアグレッシブですね、これすごいですね。絶対あんなの巻き込まれたくないですよね。もうね、今は対岸の火事なので、いいぞやれやれっていうねそういう心境ではありますけど、あれはね絶対お付き合いはしたくない。なんかねもうちょっとこう、うまくバトルしていけばいいんですけど、なんかね動きが激しいんですよね、この特にフローリアン。なんかごちゃっとしている。さあこの隙に、一時期トップを走っていたダグラスさんが今3番手に落ちて、スティーブが、ね、2番手に上がってますね。
おお、大丈夫なの、大丈夫なの、大丈夫なの。おお、うん、さあこれは巻き込まれたくないと言いつつも、これは3番手に上がらざるを得ないかな。アウト側でダグラスさん粘ってますね。まあ、でもここ 130R は結構曲がれるんで、はい、かわしました。3番手にジャンプアップ。おー、跳ねてる跳ねてる、跳ねすぎですね。はい、スティーブさよなら。さあやっと、この4人の争いがですね、1人脱落して少し落ち着きを見せ始めたこの3ラップ目、今日この頃といったところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあフローリアンだいぶきつそうでしたね、これ。うん、なんかね、このフローリアン君はね、勢いはあるけどちょっと危なっかしい、そんなドライバーに見えますね。なのでここからこうね、引き離される一方ってなるとだいぶ厳しくなるんですけど、このね、ちゃんと食らいついていくとなんかミスしてくれるんじゃないかなっていうね、期待が持てますね。さあここは大人作戦でこうじわりじわりと真綿でプレッシャーをかけていくような、そういった走りを目指したい。うん、フローリアンさんと 1.2 秒差、後ろのダーグラスさんが 1.4 秒差ですね。でその後ろの、ヒューゴーさんが 3.8 秒差。さあこのフローリアン君が若干スリップを嫌がっているような動きにも見えましたけど、さあ後ろの、ね、ダグラスさんには近づかれたくないんですけど、まあ、まずは、ね、前だけを見て集中していきましょう。さあそろそろ試験員が眩しくなってくる時間帯、これはこの試験員は良くない。さあ4周目、今ね試験員で結構ロスしましたよね。おかげでフローリアンさんとは 1.5 秒差、ダグラスさんとは 1.3 秒差に近づかれてしまいましたね。今回もね、使っているセットアップは VRS のセットアップです。このね、VRS のまあ、セットアップとあと、チュートリアルビデオの講師がスキップババと同じね、ジョニー先生なんですよね。おお、危ない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 。このねデグナーは結構あの打ち死にポイントですので気をつけないといけないですね。おおおフローリアン君今ね結構ミスしましたね。さあ 0.7 秒差ですよ。さあさあ感じてほしいこのプレッシャー。さあ前方で周回遅れですね。高幸さん、これは日本人ドライバーですね。さあどこでオーバーテイクさせてくれるのか。まだ譲らない、まだ譲らない。まあ、これはスリップが効いていいのかもしれないですね。さあまだ譲らない、まだ譲らない。おお、まだ譲らない。これはすごい。おお、これはこれはこれ怒ってますね、フローリアンさん。うん、これはまずいと思う。はい、高橋さん、サンキュー、サンキュー。さあ、さあこれね、サンキューボタン連打ですね。くんなくんな、こっち来ちゃダメ。いやー、このね、うおー、今のはミス、ミス。
さあこのカオスな周回遅れをオーバーテイクしながら、うん、1.5 秒に開きましたね。これはね、うん、高幸さんはね非常にこのガイル選手にとって有利に働いたんですけど、そのね2台目の周回遅れスティーブンがね良くなかった。さあまた振り出しに戻りましたね。 1.5 秒差、後ろのダグラスさんが3秒に離れたので、ここはガイル選手にとってはプレッシャー楽になりましたね。おっとちょい突っ込みすぎですけど帳尻合わせて、いやこのねフローリアンさんも、試験がね結構早いんですよね。まあ、逆にヘアピンはガイル選手の方が速そうな感じですね。さあ、怖い怖い。さあ 1.4 秒差ですね。 0.1 秒縮めましたよ。まあ、1周あたりねこの 0.1 秒から 0.2 秒ぐらい縮められるといいなと、まあ、そういう展開ですよね。少なくともねちぎられていってはいないので、ここはね何としても食らいついていく場面ですね。おーなんか結構タイヤスモーク上げてましたね。これはチャンスなのか、うん、これは 1.2 秒差、そうですね、試験員で試験で 0.2 秒縮められましたね。うん、とはいえねスリップストリーム1秒じゃ効かないんですよね。なのでこのフローリアンさんのこの右に左にスリップを嫌ってってのはねまだ早い、まだ早い、まだ慌てるような時間じゃない。おーちょい乱れてますね。結構ねこのクローリアンさんがタイヤのグリップ限界まで使って攻めていってるように見えるので、まあ、このねミスを起こさないかっていうところと、あとは後半タイヤの垂れが多少、おお怖い怖い、ガイル選手に比べて、後半不利にならないかなという期待を持ちながら、今はねこの引きちぎられないようになんとか食らいつく、これが大事ですね。さあこのヘアピンでは、縮められなかったですね、タイム変わらず。さあ 1.1 秒差は変わらずですね。スリップがねスキップバーバー並みに効けば多少は追いつけそうなんですけど、うん、やっぱタイム変わんないですね。このタイム差がストレートで変わっていくってことはなさそうです。さあこのおおなんかだいぶオーバーランしてましたけど大丈夫ですか、大丈夫ですか。やはりね試験員でどうしても差をつけられますね。 0.2 秒差をつけられました。 1.3 秒差、この後ろのダグラスさんがなんかマシン壊れてるんですかね。もう4秒差つきましたので、もう後ろを気にする必要はないですね。さあ S 字でなかなか詰めていくってことはできないので、せめて離されないように。さあここねダンロップは毎回緊張しますよね。前回だとやっぱね相当カウンターステアを当てる反射神経良くないと厳しいですね。このデグナ2のアプローチのブレーキングもスキップバーバーだと遠赤の上でブレーキングするんですけど、FR2.0 だとですね結構滑ってしまうので、もう遠赤からはあんまりアプローチで使わないという戦法にしてますね。あ、ダグラスさんが7秒差ですね。これは何か大きなミスがあったんでしょうね。さあもう、争いはこのフローリアンさん対ガイル選手、
マッチレースですね。うん、1.2 秒 1.3 秒差まで離されてますね。これは、うん、これは辛いところですけど、なんとかついていけないと。さあ、いよいよ8周目後半戦ですね。でこの後半戦で、だんだんですねタイヤのグリップが熱だれでですね低下してきますので、こう前半戦のようにもうタイヤを限界まで使い切ってってやってると結構ね、あの滑って危ない目にあったりしますので、そこら辺を考えながら車をドライブ していかないといけない。これがね FR2.0 の難しさですよね。スキップバーバーだともう最後まで全開で、プッシュっていう手が使えるんですけど、今のダンロップ立ち上がりもちょっとねフローリアンさんがタイヤ使いすぎっていうか、もうちょっとね安全マージン取った方がいいんじゃないかなっていう風に若干ふらついていたようにも見えましたね。さあ 1.1 秒差ですね、うん、ちょい詰めましたね。よし、さあヘアピンで差を縮めていきたい。あ、なんか速そう速そう。うん、ヘアピンでは変わらずですね。いやしかしこのもうタイムがですね2人とも同じぐらいっていうのが非常に、うん、このね白熱してもうだいぶね汗かきながらドライブしてますね。いやでもねここは絶対食らいついていかないと、うん、このね FR2.0 で優勝できるチャンスはそうそうないんでですね。おー、なになになに、おーな、怖い。うん、この周回遅れだったブライアンさん 1.アイレーティング1000の方ですね。なのでこうオーバーテイクさせるタイミングが分からずにもう止まってしまったってことだと思うんですけど、今のはね 130R 遠赤相当またいでガレ選手行ってしまったので、それもあってまた 1.5 秒差振り出しに戻る。レースは残りな、おお、ね、滑るんですよ。残り7周です。うん、ちょっとねここ追いつきたいんですけど、少しセーブしていかないと怖い。おお、なんかフラフラしてる、うん、このね 4K の画面で見るとよくわかるんですけど、フローリアンさんがね結構フラついてますね。あ、これはねやはりプレッシャーを途切れさせないで、さあもっともっと感じてほしい僕のプレッシャー。おー、これは大きなミスですね。相当オーバーランしましたね。うん、とはいえ 1.1 秒差までしか、うん、縮められてないので、もうちょいですねスリップが効くぐらいまで縮めたいですね。うん、このスプーンも相当今ねエーペックス外してましたよね。さあ1秒切りましたよ。 0.9 秒差。よしよし、さあこのスリップ嫌がってる感じもいいですね。いいですね、十分このねバックミラーで感じ取ってくれていることでしょう。さあこの逆光試験を見せりたくない。うん、 OKOK、はい、そんな悪くないですね。さあそれでもまた、ね、試験員で引き離されて 1.1 秒差。さあレースは残り6周ですね。うん、これもうちょい縮めたいですね。このタイヤはつらい、でも差は縮めたい。おー、今ねオーバーランしてましたね。よし、
さあもっと追い立てていきましょう。あーちょい苦しい。今のねダンロップの立ち上がりフローリアンさん決まりましたね。 1.4 秒差、これはつらい。お、またロックさせてますね。ここのヘアピンでね詰めていくのがガイル選手にとってこの作戦ですよね。さあ 0.1 秒詰めて 1.3 秒差ですね。さあタイヤが特にねこのスプーンはタイヤ厳しいですね。さあ前方に周回遅れのアーターさん、1.4 秒差縮まらないですね。さあ朝日を正面に試験員、悪くない。いやそれでも 0.1 秒引き離されて 1.5 秒差。さああとは譲ってくれるよね。 ここはサンキュー、はい、3回押しました。もうねサンキューボタンはこうね譲ってくれるよね、当然だよねっていうね、そのプレッシャーを周回遅れにこの譲りなさいっていうですね意思表示を込めてサンキューボタン連打ですね。おお、フローリアさん脱落。まあ、この逆バンクの手前の SG で遠赤踏んでスピンしてましたね。ちょっとあれ一言なんですけどもったいないですね。このダンロップの立ち上がりで滑って、脱落してしまうんだったらしょうがないですけど、あそこはそこまでね頑張るところじゃないとは思うんですけど。なんとガイル選手トップに立ちました。残り5周、まあ、残り 4.5 周ですね。で、ダグラスさんがフローリアンさんを抜いて今2番手ですけど11秒差ですね。これは優勝が見えてきた。やはりこのフローリアンさんのこのいやいやね安定性に欠けるドライビングはこうプレッシャーをかけるとミスしてくれるんじゃないかっていう、まあ、読みが当たった形になりますね。さあこの大人作戦のガイル選手、今回はこの、ね、作戦がはまったと、まあ、言えるんではないでしょうか。でちょうどフローリアンさんもこう、ね、引きちぎりたいけど引きちぎれない、まあ、この、ね、やっぱ電光掲示板が綺麗でいいですね。まあ、そういったあのタイム差実力の接近した2人だったんですけど、このね最後にはこの安定性のガイル選手ですね。こちらが、軍配が上がった形になりますね。まあ、このフローリアンさんももうね1周目から、まあね、4番手からスタートでもうぐいぐい押し分けてトップに立っていくっていう、まあ、あのガッツはすごいかなとは思うんですけど、やっぱね常に押してばっかりだとなかなか最後まで持たないので、まあ、押すところ引く、あそこ乗ると怖いですね。押すところ引くところね、まあ、その大人力が試されるフォーミュラの 2.0 といったところではないでしょうか。さあ前に周回遅れ2台、これは高幸さんアゲインですね。高幸さん今度は日本人同士なのでこう、ね、ちゃんと譲っていただけるんじゃないかなということを、ね、期待しながらいきましょう。まあ、結構ねやっぱ、
まだ始めて間もない人だとブルーフラッグがね目に入らなかったりだとかあるかもしれないですけど、さあさあ、あ、これは、うん、緩めました、サンキューサンキュー、うん、いやこれは安心ですね、この日本人同士による協力プレーですね、いいですね。さあ前方にアントニオさん、うん、まあ、試験員でね交錯しなければ大丈夫でしょう。おお、怖い怖い怖いよ怖いよ、さあここはもうあえてラインを外して、はい、サンキュー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 、ボタンだとね反応がなかったんで、もうね名前を呼んでサンキュー攻撃ですね。いやー、うん、FR2.0 はねこれシングルスプリットなんですけど、やはりこうねもう上は 5K から、すいません 5K じゃないですね、 4.8K ですね、 4.8K から下はね1K 以下のドライバーまでいろんなドライバーがいるんでですね、このねラップダウンのオーバーテイクはなかなか気を使うところですね。うん、さあ残りは慎重にですね、2.5 周といったところ、後ろのダグラスさんはもう13秒差をつけました。なのでそうですね、まあ、特にダンロップと、あとここのスプーンですね、ここでもう死なないようにっていうね、おお、うん、ちょい安全マージンを多めに取って立ち上がっております。さあここでねこう大幅にペースダウンするとなかなか気が抜けてしまうので、うん、まあ、ちょい、まあ、ちょっとだけアゼンマージンを取って、引き続きマイペースでこの、まあ、プッシュしていくといいますか、この堅実にドライブしていく、これが大事ですね。残り2周、この2コーナーもそうですね、あんまり無理しないで、でフローリアンさんがここですよね、ここで確か吹っ飛んでましたよね、うん、あそこはまだ吹っ飛ぶところじゃないんですよね、もうちょっとこの残り SG のね、組み立てがありますから、うん、さあダンロップも安全めに、結構ねアクセルを長めに抜いてクリアしました。さあここのデグナーもね、うーわー危ない、ね、さあデグナーも死亡事故多発したいですので気をつけていきましょう。うん、よし、さあ後続のダグラスさんとはさらに 0.3 秒差をつけましたね。あ、そしてフローリアンさんいなくなった、いなくなりましたね、うん、これはそのダグラスさんとのこの2番手争いがさらに白熱してこう自滅していったっていうパターンなんでしょうかね、うん、やはりねこの辺りで若さが出たかなと、そういう風にあのおっさんであるガイル選手は思っております。さあ130R、さあ逆光の試験員を抜けて、さあもう一周ですね。さあいよいよファイナルラップです。いやこのこういった形でまあFR2.0 の、まあ、上位カテゴリーには次に F3 があって、その先に FR3.5、
そして、MP430 の F1 という形に、ねなっていくんですけど、まあ、この FR2.0 は、まあ、あの時間帯によればこの SOF1.6 というですね、まあ、結構低いカテゴリーの時もありますし、あの全体的に F3 のトップスプリットに比べると、まあ、そこまでレベルが高くないのかなと、ね、まあ、レベルが高いドライバーは F3 にステップアップしていきますので、そういった意味でこの、まあ、将来 F3 に上がりたいっていう、ね、アイレーサーの皆様ですとか、あとはこう F3 で伸び悩んでいて、こうどうしても悔しい毎日を過ごしているっていう、そういう方もですね、この FR2.0あの走られてみてはどうかなとは思いますよね。特にあの F3 よりも、まあ、ダウンフォースが少なくて、このメカニカルグリップに頼る部分が大きい。でそういった意味でこう車を自由に振り回す能力っていうのは F3 よりも要求されるんじゃないかなと、まあ、あの能力値としては F3 の方が要求されるんですけども、この基礎を身につけるっていうところですね。そういったところでは FR2.0 おすすめかなと思いますので、このね、皆様もお一ついかがでしょうか。 FR2.0 というところで、この、カシオトライアングルじゃなくて、なんとか日立なんとか試験をクリアしていきたいと思います。さあ来ましたね、いよいよトップチェッカーです。いや優勝ですね。よかったはい、というわけで、3番手スタートだったんですけども、無事ですね、見事、優勝することができました。いや嬉しいですね。うん、まあ、これはね、あの今回は君子危うきに近寄らず作戦が功を奏したというところが良かったのかなと思いますね。で、まあね、このスキップアワーで、まあ、マイナス144とか食らってだいぶですね、もうへこんでいたんですけど、やっぱりこのね、ハートブレイクを癒すには良い成績を残すに限りますね。なので、まあ、良い成績を取れるまで頑張りましょうというところで、今日は、テーマソング付きで、お別れしていきたいと思います。矢作渡さんの冒険者ですね。はい、というわけで、先にあのお伝えしておきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。こっちですね。はい、間違えました。いつか見た夢のよう、風に舞う白い帽子追いかけ出す二つの影帽子、ときめきは音もなく降り注ぐ
Yeah.